吉さん確かにねこのですかね現状維持ってネガティブな言葉で使われることが多いですよねでもあれは多分ポジショントークで今一つこう一歩を踏み出せない人に現状維持だと衰退するだけですよっていうふうなことをお話しするんだと思うんですよまあある意味それは正しいですよね現状維持ってことはやっぱ世の中が進んでる分置いてかれるっていうふうな相対距離ができてきますからね相対速度っていうかでも現状維持が本当に悪いのかなって考えたらそうでもないなっていうふうに冷静に思うことがあって まあ例えば YouTube の再生回数が、例えば100だとしてもね、その100の中身って入れ替わって100じゃないですか。10年前の100と今日の100って、その100を回してる人は入れ替わってる。つまりは、離れた分だけ補充が効いてるっていう新陳代謝のことを示してるんじゃないかなと思うんですよ。当然動画で話す内容やそのレベルっていうのは変わってきてますから、そのレベルに合った人が集まってくるということを考えたら、 まあ妙なコメントとかは全然つかなくなりましたしちょっと勘違いしちゃう人も出てこなくなったかなと思うんですよねうんだから現状維持は実は進化の表れなんではないかなと現状維持すらやっぱりね一つの奇跡だと思いますからねで日本で一番長い会社って確か私の記憶だと法隆寺とかを作った金剛組っていうところがあったんじゃないかなと思うんですよ有限会社か株式会社だと思うんですけどもこれが1000年続いてる 会社っっっていうここととでちょっと記憶の隅っこありますよねそれでねこういったいわゆる宮大工が何をしてるかっていうと実際の仕事は必要ないんだけどもでも定期的に仕事をするらしいんですよそれはなぜかっていうとその技術の継承すするためらしいですよね宮大工のスキルっていうのは普段やるところがないからわざわざ仕事を作ってじゃあここで仕事をするという体で後継者に技術を伝えていこうっていうのを繰り返してるらしいんですよ。で、まあ、ですんで 例えば日本のね戦闘機を作る技術ってもう継承者が死にたいっていてないんですよねだから外注するしかなくなっちゃっていわゆる軍事兵器の量産っていうのも,もう今の技術だとかなり難しいんじゃないかなと要するにあの昔はね80年ぐらい前は中学生とか高校生が、まあ、軍需産業で働いていて家の中でも内職っていってネジを作ったりとか兵器の一部を作ってきたって要するに国民全員があの兵器の生産をしていたわけですよ。 だからお父さんが子供に教えたりとかお兄ちゃんが弟に教えたりみたいなで技術の継承って行われてたんですけどもでも今とてもじゃないけども戦争兵器とか銃の一丁だって誰も作んないですよねそうなるともう本当に限られた人しか作ってないししかもそれが量産されてるわけでもないし当然ミサイルとか戦闘機とかゼル戦とか軍艦とかっていうのはどこに発注するのっていう形ですよね 発注するところが国内にあるにしても非常に限られたトップシークレットで限られた工場とかでやってると思うんでもう量産っていうのはすごく難しくってそういう意味で考えても,もやっぱりこれ仕事をし続ける人がいるってうのはすごく大事なことだなと思いますよね現状維持ってのもありますけどもいろいろと考えさせられるのはねそんな動画でしたということで今回のタイトルは「今後組」でございます